一番そのハマったなっていうのが私は聞きたいんですよ。例えばプロポーズでもいいですよ。ハマったってその女性に、あれは俺キュンとさせたぞって思う。こっちがさせたぞって、ね、はい、させたぞです。だからそれで多分見てる人はもうバレンタインプレゼントですよ。ほんときたー、そんなの私も言われたいとか、そんな演出私もされたいみたいな、もう別に今の奥様じゃなくてもその過去の恋愛とか、でも一番あれは相手の女性がときめいてたなみたいな。いや、ときめいてた、分からへんけど、それ自分でも全く覚えてないけど、はい、嫁はんとね、はい、当時付き合ってた、うん、付き合う前かな、はい、前で、僕の一個上なんで姉さんじゃないですか、はいはい、姉さんで僕すごい好きやったから、はい、で、飲んだりとかも二人でしたりとかしだした頃に、はい、それこそその心斎橋とかのその人通りの激しいところを 歩いて次の店行こうかみたいなとかやってる時にそういう恋愛話聞いて、でずっと彼氏おるって聞いてたから、彼氏さん どうなってんすかみたいな話になったら、最近別れたみたいな話になって、嫁、これ嫁に言われてんで、嫁はそこからずっとそういう話してたのに、ふと気づいたら俺がいなくて、であれってなってバッて後ろ振り向いたら、その雑踏の中に俺が一人立ってて、じゃあ俺立候補していいっすかって言ったそれでキュンとしたらしい、先輩ですもんね、それめっちゃいいじゃないですか、立候補していいっすか、めっちゃ恥ずいやん、一回困ったんですね、一回雑踏に紛れて、雑踏に紛れてすげえ、しかも大阪で、大阪でじゃないですか。で嫁はんに言われたね、その時はあれはキュンとしたなみたいな。うわーすげー、すげ